あの前説みたいなやつ。ああいないな。しかいなかった時間。よし行くぞ。いいよ。はい、ラジオを聞いている皆さん、こんばんは。こんばんは。高校生たちの30分トゥナイトの時間がやってまいりました。イエーイ。喋り方がムカつくぜ。イエーイ。辛いですね。はい、この番組ではいろいろな高校生のゲストを呼んでキャッキャフやっていこうという番組でございます。イエーイ。イエーイ。最近ではそのスタンスもなくなってきてるぜ。イエーイ。辛いですそれ。言うなそれ。はい。そしてこの番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージやリクエストテストがある際は761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp までお願いします。はい、皆様からのメッセージやリクエスト、まあどんなことでもいいです。ちょっと最近悩みがとか、夏休みの課題が終わらないのとか、まあそんな感じのことでも全然ウェルカムでございます。そしてこの番組はツイキャスやユーストリームでも生配信中でございます。そして番組終了後には YouTube にもアップされるので、ぜひぜひそちらの方もご覧ください。では始まりました、高校生たちの30分トゥナイト。皆様と今週ご一緒するのはゆうやとおうたろうとゆきやです。はい、この3人でお送りしていきたいと思います。皆さん30分間お付き合いください。はい、はい、はい、そうなんですよ。どうなんですよ、さっきのニハオ沖縄すごいいっぱいいたじゃないですかね。もう国際的なラジオなんですね。前番組ね、昨日すごかったよ。昨日あのミッキー、ここの近くのミッキーって、あのタイ人のホームステイしてる人とすごいキャッキャフフしてたわけさ、うん、イエーみたいな、イエーになると面白いよねみたいな、そんな感じの話してたら、このさっき来てた韓国の方がいらっしゃって、ちょっとすぐおどおどしてて、ちょっとどうしたらいいのかわからないみたいな。それでタイ人の人と俺が一緒に、あー May I help you? みたいな感じでやったら、もうそこからもうなんかすごい石原さとみ very なんだかわいいみたいな、 very かわいいみたいな、韓国でも流行ってるよみたいな、そういう話で盛り上がって今日ゲストに連れてきてしまうという、素晴らしいな。フレンドリーすぎる。一日で友達になった人を呼ぶっていうのをする。あ、ツイキャス来てます。とっておきの本当にあった滑らない話を聞きたいです。ハードル高い。これあれだよな、滑るの必須だ。俺はカンボジアやったことあるんすか。ああいいよ、滑らない。俺がめちゃくちゃ爆笑、まあ爆笑しちゃいけないけどよ。いや、はい、ちょっと笑ったの。まあカンボジアってまあ寺がいっぱいあるわよ、寺院。でまあ上等な寺院あったから、ホームステイ中よ、散歩してて、まあ、友達と、もうちょっと入ろうぜみたいな、うん、まあ、敷地内に入ったわけよ。そしたらもう本物のお坊さんとかいたから、おすげえみたいな、うん、そしたら階段でみんな座ってなんかまあやってるから、あーなんかや修行してんのかなと思ったら、なんかみんなこんな感じでピースみたいな。で奥になんかこんなってはいへーみたいな感じで、なんかスマホ持ってなんかこんなやってるお寺のカメラ映そうとしてる人がいて、みんななんかピースやったりなんかめっちゃ笑顔でこんなやってたから、お坊さんがそう、俺その横で見せてね、もうイメージ崩れるな。夢壊れたな。うん、でも写真はダメだった、写真撮ろうとしたら。なんでなんで、あれお坊さんだから OK みたいな。うん、じゃあお坊さんが撮ってるけど、それを撮ろうとしたら俺が、ああなんかうーんあバッダメなんだみたいな。お坊さんがそれやってるの見たら確かに、うん、面白いな。もうみんなあのちゃんとオレンジのあれしてて、もうやってんの派手でなんかピース。確かに滑らないな。だろ。まあ、若干もうちょっと笑ってほしかったな、俺は。いやでも。じゃあ俺もやるよ。ちょ待て待て待て、そしたら俺に回ってくるよ。とっておきのって。じゃあこれ小4の時の平田少年の話ね。相当前だな。うん、これはもうちょっとは何人か知ってる話だな。平田少年が、まあ、友達 A 君 B 君に挟まれながら3人で歩いてたわよ。俺が真ん中で歩いてたら、なんか前からちょっと缶コーヒーみたいな、缶ビールみたいな持ったちょっと酔っ払いの、まあ、28ぐらいのおじさんが来たわよな。おばけな。そう、見た目的に28って感じ出してたわよ。でその人が、あのこんにちはって言ってくるわけ、酔っ払いの人がよ。で、まあ、まあ小4ながらもみんな危ないなと思って一応挨拶返してた。あこんにちはって。そしたらやっぱり酔っ払ってたんでしょうね。いきなり挨拶は挨拶はって言って、もう小4、3人に向かってもう全力出して向かってくるわけ、正面から。もう怖いさ。バイオハザードだもん。で
この普通なんか殴るとかやるんだったら両サイドの2人を狙うはずさ。なんか知らんけど真ん中の折れ目がけてラリアットしてくればよな。酔っ払いのラリアット、通称酔っ払いラリアットをやってくればよな。今のはちょっと、うん、でもブンやってきたから、もう俺ももう反射神経ね、もう俺もうブンってしたしゃがんでもうダッシュするさ、前に向けてもう泣きながら、なんか知らんけど謝りながら泣きながら走って、で後ろ振り向いたらもう誰もいなくて、なんか恥ずかしいぐらいにわめいて走ったなーっていう話。お前がわめいて走ったわけ。うん、ごめんなさい、なんか泣きながらだって走って、でこの現場の方行って、あ、友達2人大丈夫かなと思ったら、大丈夫かなと思って一応見に行ったら、その2人俺見捨てて帰ってた。よくあるよくある。で最近その話を2人にしても忘れてた。あ、お前はもう印象強いから忘れられない思い出だった。そんなん絶対忘れられんよ。残念だったな。うん、なんかないゆや。俺今孝太郎が話してるときよ、孝太郎の話全く聞かないで頑張ってたわよ。もうダメ、ショートした。あ、ないんか。孝太郎今日の洋服なんかカンボジアの民族衣装みたいな。なんか前も捨ててなかったそれ。うん、これ結構最近のお気に入りだよ。へえ、お気に入りなんだそれ。うん、ラジオで服のお気に入りっても全然伝わらないけど、寝巻きできてんのかと思ったよ。はい、まあはい、フリートーク終わったけど、よし、まあこんな感じで、まあ前半のフリートークは終わり、まあ、ここからちょっと決められたレールに沿う、ちょっと夏っぽいフリートークをやっていこうかなと思っております。で、くじは4つあって、そのくじを孝太郎が混ぜて雪屋が引くという、あ、まあ、簡単な感じの、はい、じゃあ引きます。でるる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 る。あ、はい、ちょっと開いてる間にツイッターし来てます。中野町の和樹さんから、雷雨なのでゆっくり運転します、あとはラジオで聞きますだということです。安全運転気をつけてくださいね。はい、じゃあ俺が引いたのじゃーん。なんだ、でんでん、見えねえ、見えないよ。まあ書かれてるのは JK って書いてあるんですね。JK ですか。あ、じゃあ JK について語りますか。え、俺たちが適当に作ってしまったくじ、そう元から J って書かれてたから、その紙に J からどうするっつって、 JR と JK で JK にしたの。まあ JR か、まあ、JK の、あ、ジャパンロックっていう意味ね。あ、そうなの。JR ってあの新幹線の方かなあのさ、俺、うん、みんな騙される。そう、 JK ね、JK について話すって何を話す。JK 何も言わずに同級生じゃん、マジで。決めたけど、同級生か、上だよな。ああ、 JK、 何 JK は何だっけ。じゃんなんで JK だけ JK で決められるんだろうね。あ、どういう意味。中学生でもいいじゃん、 JC でもいいじゃん。あ、どういう意味。んちょっとよく意味が分からない。なんか JK だけ特別扱いされてるかんね。ああ、それはあの使用頻度が高いからじゃん。使用頻度が、うん、なんか、まあ、あれ女子高生がいろいろやらかすからじゃん。女子高生は JKJK 言うけど、女子中学生は自分なんかのことをあっちの JC さとか言いました。うん、JK は、まあ、あっちの JK さって聞いてるのあんま俺聞いたことないけど、変なやつしか言ってない気がするけど。そうね、 JK な悩み大きい JK、 うーん、悩みが、まあ、俺たち JK じゃないから何も知らんけど。だからよな、俺たち DK だからな。あ、 DK DK ってなんか言えない。ドンキーコングでしょ、お前。ドンキーコングだろ、女子高校生さ。あー、 DK、 城太郎さんから、国ちゃんもみんな、クリちゃんもみんないるよ。あら、コウタロウのいつこ、ちょっと恥ずかしいでござんすね。なんでよ。親戚が聞いているということらしいです。もうよかったじゃん。誰、まあ、クニちゃんって誰なのかちょっと俺も分かんないよ。クニちゃん誰。あ、親戚。あー、お手まあ親戚ですね。あー、あ、ちょっとあの濃密な関係を持っている。いや別に、あー、まあ家族で街は繋がってますよみたいな。あー、まあそこはいいとして、まあ、どうでもいいとして、じゃあもうこれ JK 難しいから、いや JK、 いや JK じゃんけんっていうこともできる。じゃんけんについて何。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん必勝法。俺じゃあじゃんけん必勝ってあるわけないでしょお前。いや、じゃんけん必勝法絶対負けないよマジ。うん、じゃあじゃんけん、まあ2回目以降からなんかもう推理とかしてやってるんですよ。一発目はもうただ運だろ。最初はグー、じゃんけんポン。はい、今俺の勝ちでした。チョキとパーで俺たちの勝ちでした。ですね。はい、終わり。はい、終わり。何このじゃんけん実況しただけみたいなやつ。だって JK、JK。じゃあ、ジャパニーズカルチャーについて話しようね。カルチャーの、あれ、カーは C で。あ、マジ。はい、うまい。じゃあ、ジャパニーズカードゲームについて話しようね。いいよ、そんなの。じゃあ、カードゲームも C だし、お前。そう、ポケモンのさ、カードゲーム大会とかで世界大会とかさ。ポケモンカードゲーム。世界大会とかあるさ、うん、で日本代表になるとするさ、うん、
実績書けんのかな。書けるんじゃん。書いたとしても恥ずくない。でも県代表とかじゃなくても世界代表さ、あの日本代表さ、カードゲームってあれだぜ、あの思ってる以上に脳みそ使うぜ。まあ、それはまあそんなのはいいとして、このカードゲーム10回ぐらい連続でやった後頭疲れてるのがあるよ。わからん。ああ、そんな俺本気でカードゲームデュエルマスターズとかだろ。そう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 、デュエルマスターズ。まあ、そんな本気でゲームはやったことないけど、うん、データカードアスはすごいやつよ。ああ、DK ね、DK。おお、すげえ。DK。あれカードって C じゃない？だよ。あ、DC か、ダメだ。お前全部 C に変えんなよ。いません。あ、ジョータロウさん。マジ。ジョータロウさんから明日からまたインド行くぞーって。インド行くんだ。インド。インドかいいな。ああ、そういうことね。あ、こいつ、ああ、国ちゃんさんが、ああ、彼が行くんだ。インドで働いてるんですよ。あ、そうなの。お文字？うん。お、インドか。何の仕事？ん？パナソニックの社員。あね。よし。なんか機械の教えに。インドの人に日本の技術を教えにっていう。おーおー、あと国ちゃんさんは頑張っているそうです。インドはカレーがな、カレーがよ今あのすごい秋葉原でよ、カレー今激戦区なってるらしいわよ。秋葉原で、秋葉原で、なんでこの秋葉原電気街だから IT 先進国のインドがよく来て、インド人がよく来てるから、インド人がカレーを食べるから、そのインド人を捕まえるためにカレーを作ってるっていう。この秋葉原駅から半径70キロ圏内に、あ、70キロは違う、75メートル圏内にこのカレー店が110軒ある。へえ。は？あ、でも秋葉原大盛りの店も多いらしいよ。そう、食べ物それでも、すごいカレーが多様化してて、75メートルの110軒あるわけね。そう、本格的な、まあ、110軒も作れるの。入る店全てがカレーで、ファン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 みたいな。だからもうすごいカレーカレーカレー、75だったと思う。もう本格的なカレー屋とか、定食的なカレー屋とか、メイドカレー屋っていうのもあるらしいわよな。なんかメイドさんカレー持つの嫌だな俺。カレーかな。メイド服にシミができるよ。まあこぼしたらなしね。嫌じゃん、なんか。まあ、早速脱線したな。そんな感じで秋葉原のカレーの話でした。では次のお題、次のオーディーに行きましょう。それ早いな、意外と。行くぞ。でん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 はい。夏休みです。お前何を書いてるんだよ。夏休みだって。夏っても 100% 夏休みしかない。まあ夏休みな、もう後半戦来てるからな。あ、確かに後半戦、気づけば後半戦だぜ。来週から夏休み終わるやついるよな。あ、早めに入ったやつらとか。へ、ま、え、あと2週間だるよ、うん、え、来週で終わ、あ、あ、来週、再来週で終わる。あ、2週間ある、よかった。まだ2週ある。よかったよかったよかった。でもな、わかるか、この2週間、明日宿題やろう10回繰り返したらもうあと4回しかなくなるんだぜ。俺宿題を溜め込んでやる人が素晴らしいと思ってる。なんでつか、俺もまあ宿題もほとんど終わるんだけどね。もじゃあよく残り1日とか残り3日でやろうと考えるなっていうのと、それで終わるなっていうの。あ、いや終わらないと思ってる。終わらないよ。終わらないけど、一応もう焦ったら本当にやるしかないだろう。心のデカさね。ってもういいだろぐらいの、あの諦める、諦めがつく人が俺なんかびっくりする。あ、まあね、諦めるのみたいな。諦めるよ。宿題俺諦めたことあんまない。あ、諦めるとかな。だってもう宿題見た瞬間な、なんで宿題やるんだろうって考えて、もうずっと考えしまう。俺宿題期間中に終わらせなかったことないぜ。宿題期間中？うん、宿題期間中じゃない、この提出期限とか。ああ、マジ？うん、すごいだろ。偉いね。すごいすごい。まあそれは自慢になると思うよ、少し。うん。ちょっとの自慢だけどね。自慢したけどね。はあ。いやでもマジちょっとじゃん。だから夏休みからそれていくさ。ああ、じゃあ、いや、それでない。夏休みは宿題がめんどくさいなっていう。まあ、今年の夏休み、正直、夏休みっぽいことはあんましてない。あ、わかる気がする。昨日ぐらいだ、昨日。わかるわかる。何したの、昨日。昨日教えるか。めっちゃハードだよ。まずバスで那覇行って、まあ、那覇でちょっと話して。うん、ああ、見たぜ、タイムライン。お前、かき氷食って、うん、何くしゃんって、お前、5時半から海泳いだんだよ、5時半。那覇で？那覇で、那覇で。とんでもないさ、もう、うん、この距離からしたら半端ないの。もう何考えてんだろうなと思って海泳いでたけど、まあ、気持ちよかったよ、それは。それぐらいしか夏らしいことしてないわけ。ぶっちゃけそれしかない。あとはもう散歩したり。俺まず海すら行ってないよ。あ、毎年行ってないんじゃん、お前。行ってるよ一応。ほら前一緒にゴールデンウィークに海行ったことあるじゃん。そういうことぐらいはするさ。でも俺今年海行ってないからね。あ、行ったわよ。行ったんかよ。今年は行ったけど夏休みは行ってない。行ってないはず。行っ
確かに覚えてない。夏休みに海見てない、まず。はあ、俺も見てない。この辺から海は見た、海は見たやん。 あんま見えん。俺チラ見たもん。あ、チラ見、海は見たよ。チラ見たば、行ったよ。チラ見ても楽しいか。チラ見、チラ見。俺あの福島の水族館行ったっつったさ、そのあっちとちょっと比べてしまったな。行ったから。あ、親戚の丈太郎さんが僕に対しておじい様が発音良くなったなってあってよって。俺そんな発音悪くはないけどね。へーそう、へーってなんだ。いや、こう、ろれつ悪くないよ、うん、あ、でもなんか昔ちょっとマイク、あ、一応第一のあれだから、あ、カタカタだからなんか鉛がすごいみたい。あ、のあ、じゃあちょっと鉛なく、雪はもうちょっと生、沖縄県民から見て生ってるから、ちょっと鉛をなくして喋ってみるか。お前ちょっと生っただろ。あ、無理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 、俺標準語の鉛か分からん。標準語ってあれじゃん。あ、標準語じゃない、もう標準のあれか分からん。あれなんじゃん、俺たちの言う鉛が標準語なんじゃん。そう、俺たちの中での鉛。あれお前おかしくない、沖縄県民同士のあれお前おかしくないがあれなんじゃん。あ、でも実際じゃあ鉛かもしれない。あー、じゃあまあよくわかんないけど、鉛なくしちゃって無理じゃん。うん、無理じゃん。無理じゃん。じゃあ無理ということなので一旦曲に行きましょう。ロードオブメジャーで心得です、どうぞ。無理やりすぎたな。誰かお前ひどい。ツイキャス、これツイキャスは映像見れてんの。見れてる。あ、じゃあ今あるか、丈太郎はメジャーの心得を聞けていないという。聞けていない。お前だってツイキャスで流したら著作権法でバンされる。でも誰とってやっぱ世界中で人気なんだよ、ワンピースの人。そうそうそう、忍者だから。あ、写真だ。ナイスです。はい、いきます。はい、3、2、1。はい、ほら家族に向けてメッセージを送るさ。元気にやってますよ、僕は。バイトはまだしてないです。元気か、お前。なんか元気だよ。元気だけど暇なんだよ。リア充してないよな、みんなみたいに。さ、楽しくじゃないけど、そこら辺をうろちょろしているだけで。何か何もしてないよ、俺。見つけろ。てか、ちょっと待って、終戦って意味があるから。ああ、そんな重い話は俺たち先週やっちゃったから。何2週連続で重い話はやめよう。終戦って意味さ。ああ、今日終戦記念日だ。リンがぶっ最下。リンもいるの？リンって誰？リンって誰？俺たち、あの、この家系じゃないけど、親戚で、サンタロウがいるばよな。サンタロウの上の、あ、中の俺は一番上だばよ。ん？三大太郎何？うん、太郎。こいつらは俺を上だとは思ってないらしいけど、あ、まず、コウタロウから来てのは。その次に、ジョウタロウ生まれての。その次に、リンタロウが生まれたば。そのサンタロウの。あ、ね、リンって男？うん。モタロウは上だわよ。でも絶対上だと思ってないわよ。あ、ほら、サンタロウの一番てっぺんがラジオやってますよ。いい、マジ。あ、そっか、みんな集まってるんだ。なんで今日なんかあんの。この頃に俺もあっちない、あ、静岡の方行ったら、あ、いつもお盆やってるから。だからみんないるんだな。お盆玉あげてるって。いや、え、内地のお盆あんの。あれでしょ、シーミーがないのか。牛盆とかが俺たちで、普通のお盆こんぐらいだもん。データ分からない人もいる。じゃあだってもう3人とも一緒にお盆ないだろうし。いや、俺はお盆あるよ。俺はあっち行けばあるよ。俺中国に牛盆あるよ。あ、じゃあ牛盆だったら沖縄。みんなお盆何しない。お前だけだよ、ないの。本当にないよ。なんでないの。じゃあいっぱいあると思うけど。あ、リンと二人で花火は楽しいな。過去系ですか。あ、花火やりたいな。そうだよ、夏といえば花火だよね。雨降ってるけど花火とか冬でもできるじゃん。あ、まあそれはなんか風情がないさ。いやいやいや、あ、まあ、でも俺今年の線香花火、花火花火って言ったら13秒で終わったよ。しかどうのよお前。多分何秒からが長いのかが分からん。あ、線香花火ってお前長さを競うさ。まあまあね、俺だったら多分5分ぐらいというな。無理だな。無理だろ、火薬的に無理だろ。そう、全部花火、やけどがつきものだよ。ああ。5回に1回誰かやけどするのか。分からん。自分か誰か。花火してやけどしたのか。この前、親戚か友達、お母さんつながりの人の家で花火やってたら、なんか、
その お父さんがあの時酔っ払ってか分からんけど、テンション上がってからよ、なんか持ってるかよ、この爆発する系のやつをよ。それで向けてからポーンなってたら、ユードに当たりそうになって、ユード泣きそうになってた。めっちゃ面白そうだな。超楽しかった。楽しかったって言うなよ、弟のキーキに。超楽しかった。確かに言うな。あ、リンマ58秒、ジョータロウはやけどって。ダメじゃん、お前。お前ダメだ。騙してるんだろうな。まあ、そろそろ終わる。メジャー懐かしいな。懐かしいな。懐かしいわ。懐かしい。懐かしい。じゃあ、ラジオに備える。くじ引く。はい、お送りした曲はロードオブメジャーで心得でございました。はい、お送りしている番組は高校生たちの30分 Tonight。 この番組では皆様からのメッセージやリクエストを大募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmtoza.jp までです。お願いします。はい、それではくじ引きトーク後半戦いきたいと思います。なんとね、もうくじが2個しかない。もう用意が悪いね。いきまーす。右か左かね。右。でででで旅行。じゃあ、はい、や漢字間違えたから。そして漢字間違った旅行。いいよいいよ。旅っていう漢字を。トラベル。放つ方にしたから。トラベル。しかも旅行って夏か。トラベル。夏か夏じゃないかって言われたら夏じゃん。春夏秋冬で行ってるんだよ。春でも行ってるんでしょ、まあ、秋でも行ってる。じゃあどこでも行けるけど、なんか夏の方が旅行感じない。夏が旅行だろ。あ、そうか。みんな沖縄来るとか言うさ。そう、まあ確かに沖縄に来るやついっぱいだな。リゾートアイランドじゃないけどさ、沖縄バカなしと言ったら沖縄だよね。沖縄まずチュラウミ。あ、チュラウミ入んの。チュラウミ見るでしょ。でヤンバルの森を見るさ。チュラウミ行ったのすごかったよ人マジで。土曜日パイナップルパークとか行くんじゃん。あった。パイナップルはあと国際通りでちょっと喜ぶ。ああ、そうそうそう、そうチュラミすごかったよ本当に。マジ外国人観光客、外国人観光客と内地からの観光客めちゃくちゃいっぱいいたよ。アンコールワットやばかったぜ。ああ、旅行そっちも旅行か。一応旅行。ああ、いいな。現地の方いたのかなぐらい。ああ、そう なんかな、そんな感じだよな。すごい有名な観光地行ったらな、うん、そう。まあ1位京都なんだった。今あ旅行国内の、うん、あ、いいな。アンコールワットのところ3位だぜ。あ、世界、うん、1位は1位だ、京都。世界、うん、あ、1位だよ、京都。あ、素晴らしいだろ。すごいよな、日本が誇れるな。まあ、京都あれ多分街並みからしてもなあれ来てるからな。修学旅行、あ、マリーノさんから今年は熊本行くって。あ、うん、熊本もいいな。熊本って何がある。熊本城。熊本城か。熊本の生まれ故郷さ。そう、熊本の生まれ故郷か。今はもう全国展開してもうなんかすごいけど、ご当地熊本とか出てる。意味のわからない。うん、な、沖縄にもいっぱいあるしな。なんとか熊本みたいな意味もある。そう、ご当地キャラがご当地の熊本作っちゃいけないよ。なあ、あんまね。旅行っていいな。いや、そりゃいいよ。だから旅行行けやん。でもなんかどんなって行くよ。家帰りたくならん。あ、ホームシック。ホームシックじゃないけど、まあホームシックか、軽くホームシック。ああ、でもない、うん、まあするときもするな。うん、なんかそんな長いしない。でも長いしたら家帰りたくなくなるんじゃん。そう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 。もうえ、もう帰んのみたいな。そうそうそう。空港まで諦めたくない。飛行機来てもええー、もう飛行機乗った瞬間もうあ、借りてってなる。早く家つかんかなーと思う。あの、わざとその日起きるの遅く起きる。あ？ずっと寝てる布団で。起こされるまで帰らないといけないのは分かってるけど帰りたくないな、うん、そうか、わざと乗りたくない感じだす、うん、まあ帰らんといけんけどね、うん、結局は帰るよ。それそれ抗えるわけでもないし。どうな、夏休みの期間中だけでよな、こんな長く旅行できんの。そう、うん、学校始まったらいかんからな。あんまり行くやつもいるけど、いかんってか、いまあ行くやつもいるね。冬休みよりかはまあみんな夏休み旅行するよね。うん、冬休みいろいろ忙しいんじゃない。そう、冬休みだって年明けとかクリスマスもあるしな。年明け、クリスマスは別にあれだな、冬休みじゃないか。あ、そう、年明けとか。あ、いや、クリスマスも関係するんじゃん。こう旅行行きたい、家族で行きたいけどちょっとね、飛行機で年越ししたいな。空で空で時差あるところまで行ったら面白いんじゃん絶対。あ俺まだクリスマス迎えにしてああ、なんかできそうじゃん、こう地球の回転に合わせてに逆らっていったらそう、着くところ着くところ全部11時みたいな。そう、年明けみたいな。俺まだ年越してない LINE でやれお前LINE でやれ今の飛行機 Wi-Fi 繋がってるからな。うん、マジで
なるよ。何が？今の飛行機、国内、JAL はあるよ。あ、そう、DS できる飛行機とかあるよ。え、使っていいの？使っていいんだよ。使っていいとお金かかるけど。あ、なんだ。あ、かからないやつもあって。え、文字？え、通信あ、Wi-Fi はからんけど、あの、電波普通使っちゃいかんさ、ゲームとか。うん。できたよ。前乗った飛行機。だから。国際線に俺感動しちゃったわ、マジ。なんで？だってご飯が出るの？ビーフォはチキン？映画見えるさ。ああ。じゃあもう今映画上映してる映画見えたかな。もうこれ旬のやつ。そうそうそう。ああ。ホットホットホットな。うん。なんだっけな。ホットの映画。ワイルドスピードのスカイミッションとか。あは。もうなんかびっくりしただから。まあ正直日本があんのも少ないけどね。あ。あ、何日本があんの？何見れんの？いやでも見れる見れる。ついてんの？あ、見れる。じゃあ椅子の形に一人一個ついてる。は。ええな座席1個に画面がビジネスクラスじゃん。ああ普通の全員でエコノミーエコノミー、うん、エコノミー、うん、あそれオールビジネスクラスの飛行機じゃなくてオールエコノミークラスのやつで貸し切らんだろ。そんなもんだろ。世の中は変わるべ。全部無料だぜ。いやいや時代は変わる。えマジで、うん、まあ中国近いからじゃんもしかしたら。俺あの中国行きのやつなんかなかった。あでも那覇からだろお前。イエス。俺たち関空からだから多分。ああだからすげーってなって思った。いいな関西空港関空っていうぐらいね。関え関空じゃないの。なんかかなんか略ずっと関空じゃないか。もうな本土色に染められてきてるな。本土色に染められたくないなお前。どっちかというと関土色に染められたいわ。津波優也的略し方してるな。は津波優也的略し方してる。関空は普通関空だよお前。嘘嘘ザラス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 とは何でしょう。ベビーザラス。ベビートイザラスでした。ベビーザラスもなるんじゃね。あまあ、おもちゃさます。まさんじゃん。いや今のなまってたんじゃんか。なまってた気がする。じゃああと1分か。あそうですね。早いですね。はい、もう別れの時間だ。もう来週で終わりだぞ、うん、俺は。あじゃあもう来週で最終回ってことにしない。いやダメ。それはダメ。そんななんか軽いノリで決められる。でも29日お前こいつないんだよ。何お前顔裏添えからそこ来るか。ファン頑張れ。あの泊まりどこ裏添え。パニックの日だから大丈夫。どうにかなる。そうか8月29日。あ、いいんだ。じゃあ、まあ一応今の会話から分かるように、最終回が刻一刻と近づいているんですな。近づいているんですよ。いつかは言わない。そう、だから、だったら、ユキアに電話しながら電話をつないで、ここにつないでユキアと会話するっていうのもできるさ。いや、そんな電話する時間ないけどね。あ、ないんだ。じゃあ、ダメだな。まだろ忙しいパカや。忙しいな、本当に。忙しいな、今回も大事な日だ。大事な日、何、何、何。ちょっと、あれ、あれする日。あ、それ来週ような。僕と、何言ってんのお前。あれ違う。はい、あと20秒です。まあ来週その発表するから。ああえらい怖く。じゃあ知れって言われてるから。まだ重大発表。重大発表でもない。重大発表。まあ広告宣伝。まあいいや。はい、はい、では皆さんまた来週もこの時間にお会いしましょう。放送した番組は高校生たちの30分トゥナイトでした。ではバイバーイ。いきなりだね。バイバーイ。めっちゃ何も見たくない。ラインがなんか溜まってる。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。